五葉山は東北地方太平洋側にある北上山地南部の山。標高は1351メートルで三陸沿岸の最高峰である。日本三百名山に選定されている。岩手県住田町、釜石市、大船渡市にまたがる。北上山地では早知根山、1914メートルに次ぐ高さであり、また最も海に近いため、 山頂からは、三陸のリアス式海岸を一望できる。南側に広がる、純平原と共に御用山形立自然公園に指定されている。御用山の名は、阿弥陀如来、薬師如来、観音菩薩、国蔵菩薩、愛禅明王の五仏を祀ることからとも、反省時代に、伊達藩にとって重要な山であったことから、御用山と呼ばれていたことに由来するとも言われている。 中腹付近は、崖看板や毛き水ならなどの木々に覆われており、樹木の種類だけでも200を超えると言われている。頂上付近では、年間を通して強い内陸からの風が吹きつけ、ハイマツやコケモモ、ガンコウランなど限られた種類の植物しか見られない。御用山とその南側に広がる純平原は、県立自然公園に指定されており、公園全域が鳥獣保護区になっている。 鹿、猿、カモシカが生息するほか、五葉松やヒノキアスナロの天然林が茂り、ツ,ツジシロ白花シャクナゲの群落が見られる。本州鹿の北限の生息地として知られる。北上山地南部に位置し、道山系の中では最も海に近い。山頂から海までの距離は直線で約1 3トルである。山頂付近はおよそ一億一千万年前に形成された。 河口戦力岩に覆われている。山頂からは岩手山や早地根山を望むこともできる。住田町、大船都市、釜石市からの登山ルートが存在する。岩手県御用を山のみに分布する御用山洋楽の保全生物学的研究。2010年10月15日閲覧。ありがとうございます。